身長ビヨーン、東京神田整形外科クリニック理学療法士の神林です。本日もですね、身長に関することを全身全霊で配信していきます。身長を伸ばしたい方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。今回は大好評のストレッチで身長を伸ばすシリーズ、今回のテーマはストレートネックについて解説していきます。ストレートネックで言うとですね、例えばこういう感じ結構多いですよね。そういう方をストレートネックって言っていて、今の社会とかだとスマホ見ててグーってなってる人すごく多いですよね。これはもうね、こう横から見てても身長がちょっと低かったりとか、むしろこう伸びてる方がね身長高くてね、もう見た目も綺麗ですよね。これはですね、もう大人だけじゃなくて今もう子供もね結構ストレートネック傾向になってきているので、もうしっかりこの3つのストレッチやっていただいて、一緒に身長をガンガン伸ばしていきましょう。それでは行きましょう。はい、ストレッチ行きましょう。3つストレッチをお伝えするので1つずつ解説していきます。最初はですね、首前のストレッチです。こんな感じでね、手を重ねていただいて鎖骨の下に手を置いていただきます。しっかりこの状態で首の前のストレッチをやっていきましょう。20秒です。はい、こんな感じですね。顎を上に突き出す感じです。しっかりね、首の前伸びてることを感じてみてください。深呼吸するとよりストレッチ効果出てくると思います。はい、 OK です。はい、2点目ですね、首の横のストレッチです。ストレートネックになるっていうのはね、もうこうなると胸鎖乳突筋というね、ここからここについてる筋肉が短くなってきちゃって首が前に出てきちゃうんで、それをね伸ばしてあげるストレッチ、最初はね右の首の横の筋肉からやっていきましょう。左手を鎖骨の下に置いていただいて、右手を添えていただいて、しっかり横に倒して斜め上を向いてみます。ここの筋肉ですね、しっかりこう伸びてきてるのを感じてみてください。こちらもですね、しっかり深呼吸していただくと伸びが感じられます。どうですか？しっかり伸びてますか？はい、反対いきましょう。右手を左の鎖骨の下に置いていただいて、左手で添えてもらう。しっかり横に倒して斜め上。はい、注意点としてはね、こう上になったりとかね、背中がこう反ってきたり、そうするとね違う関節になってくるから、しっかりここの筋肉アプローチできるように伸ばしてみてください。はい、 OK。 はい、じゃあ続いて最後3点目です。タオル使ったストレッチになります。はい、こんな感じでタオルを折ってもらって首にねかけてみます。それで肘をこのぐらい持ってきていただいて、タオルをねこのぐらいの角度、こっちですね、前に引っ張る。この状態で顎を喉仏に近づける感じです。こういう感じですね。はい、それでは行きましょう。ストレートネックなんですね、首がまっすぐになってくるんで、もともと首は前腕って言って前にカーブしてるので、関節をねしっかり動かしていきます。はい、 OK。 はい、ストレッチいかがでしたでしょうか。実際にやってみると全然違いますよね。もう首すっきりするし、しっかりこう首がもうまっすぐ立ってるような感覚になると思います。はい、こちらはですね、もう身長が伸びるだけじゃなくて、もう見た目もねかっこよくなったりとか、たくさんねメリットありますので、ぜひ皆さんもね参考にしてやってみてください。ここでね、もう最も大事なのはね、もう今身長が伸びてるそのあなた、すごい大事なことになってくるので、もうしっかり首周りすっきりさせて身長ねガンガン伸ばしていきましょう。本日はストレートネックのストレッチについて解説していきました。今後もですね、身長に関することをもう全身全霊で配信していきますので、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。以上、理学療法士神林でした。身長ビョーン、バイバイ。